札幌ドームです。阪神タイガース対埼玉西武ライオンズのゲームです。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？そうですね、僕は一番は表情ですかね。一番表情に出やすい。2回の裏、さあタイガース、この回は4番から始まります。糸井が打席に入ります。タイガース0対0で迎える2回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、やはりまずは先制点だと思うので、ここは塁に出たいですよね。そうですね。ファウルになります。内への変化球は決まりません。さあ4球目は何か。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。5番バッター甲斐、ダルビッシュ、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました、伸びていく、どうだどうだ、レフトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。まず何を投げてくるか。初球打ち、スタンド一直線、文句入った、ホームラン、先制のツーランホームランです。タイガース、白球高々と舞い上がり、札幌ドームのスタンドに消えていきました。初球でした。ジャストミートした打球は特大のアーチを描きました。鮮やかなホームランを見せてくれました。さあタイガース、追加点のチャンスを迎えています。こういう場面でしっかり取って、早いうちに点差を広げておきたいですよね。なるほど。打ちました、大きな打球になった、この当たりはどうか、追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。左中間への、バッターボックスには4番糸井。見送ってボール、インサイド落ちました、ヒットになった、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、打ったバッターセカンド回って三塁に向かう、バッターランナーは三塁まで進みました。タイガース1点追加します。5対0、タイガースリードを5点に広げています。バッターボックスには6番宮崎。まあタイガースバッテリーとしては大きくリードをしているとはいえ、無駄な点を与えることはないようにしたいですね。はい、さあどういうピッチングをしてくるのか。2球目打ちました、このチャンス打ち上げてしまいました。ここはフライになっています。ショートが落下点に入ります。インフィールドフライで2アウト。バッターボックスは7番中村、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。2アウトになっています。ストライクを取ってこれで追い込んだ、打ちました、難しいバウンド、セカンド取った、一塁を送ります。一塁アウト、スリーアウトです。タイガースが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。里崎さん、ノーヒットノーランを達成しています。本当に素晴らしい投球を見せてくれましたね。いやー、本当にそうですよね。全く打者を寄せつけない圧巻のピッチングでしたからね。そうですね、まさに完璧な投球でした。勝ったタイガース、大きな今日は勝利になりました。一方のライオンズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで札幌ドームから失礼いたします。本日はご来場くださいましてありがとうございました。お忘れ
福岡ヤフオクドームです。阪神タイガース対読売ジャイアンツの一戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。バッターボックスは5番甲斐。フォアボールのランナーが出ています。アウトコース見送っています。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。一塁ランナーはそのままです。まあ、送球がうまいキャッチャーですから、ランナーは走りにくいでしょうね。ああ、そうですね。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁一塁。さあ、そして打席には村上が入っています。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。まあ、やはり先制することは大事なんで、先手を取りたいですね。なるほど、そうですよね。ここは中間守備ですね。まあ、補給してからどこに送球するのか一瞬。打った、ライト下がる、抜ければ先制ですが、ライトオーバー。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナーもホームイン。タイガースが先制しました。右中間へのタイムリーヒット。2対0になりました。タイガース。今画面に出ているのが先ほどの配球です。初球は何から入ってくるか。打った。ライトが追いかける。ぐんぐんだ。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。白球高々と舞い上がり、ヤフオクドームのスタンドに消えていきました。初球でした。しっかり引っ張ったあたりはスタンドまで届いています。追加点が入りました。タイガース4対0。いや、完璧。さあ、タイガース、得点圏にランナーを背負った場面です。まあ、リードを守って終盤戦に入りたいわけですから、ここはちゃんと抑えていきたいですね。そうですよね。まあ、ピンチの場面で力を発揮できるピッチャーですから、そう簡単に打たれないと思いますけどね。はい。さあ、ここを切り抜けられるでしょうか。ボールになります。打ちました。これはどうだ。今井、一塁へ。アウト、ツーアウト。1点返しました。さあ、タイガース追加点のチャンスを迎えています。まあ、この回で得点できると相手チームは嫌ですからね。なるほど、そうですね。変化球打った、セカンドの右、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、ライト前ヒット、これでマルチヒット。さあ、そしてバッターボックスには糸井が入ります。さあ、チャンスが続きます。まあ、この流れで追加点を奪っておきたいですね。なるほど、タッチもセーフ。ふわふわっと上がった、掴んでアウト。ワンアウトランナー三塁一塁となりました。さあ、そして打席には甲斐が入っています。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、こういった終盤の追加点は重要ですから、この打席はしっかりつないでいきたいですよ。なるほど、そうですよね。ストレート打っていった、スタンドに入ります。内野はバックホーム体制ですね。とにかく得点を許さないつもりです。センターへ持っていった、この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになった。サードランナーがホームに帰っていきました。ボールは中継。ファーストランナーもホームイン。タイガース追加点、6対2になりました。なおも試合を制したのは阪神タイガースです。今日は西さん、打撃で圧倒しましたね。本当ですね、打線がよく頑張りましたね。よく打てたと思いますね、今日は。本当に打線がつながったゲームになりました。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のジャイアンツですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが大勝ということになりました。
京セラドーム大阪からお伝えしてまいります。阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズのゲームです。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、今日もたくさんのお客さんが入りました。プロ野球選手冥利につきますよね。そうですね、たくさんのファンの方の応援というのは相当力になりますので、選手もかなりプラスになりますし、お客さんが入ってくれれば入ってくれるだけ、やる気もなりますので。ゲームはこれから2回の裏に入ります。さあタイガース、この回は4番から始まります。バッターは糸井。タイガース0対0で迎える2回の攻撃です。打ちました。ヒットになった。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックス甲斐、ヒットでランナーを1塁に置いています。1塁牽制、1塁はセーフ。さあまず1球目、走ってきませんね。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁二塁。さあそしてバッターボックスには村上が入ります。さあ先制のチャンスです。まあ先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。初球打ち伸びていく、どうだ、入れば先制、入りました、ホームラン。先制のスリーランホームランです。タイガース、白球高々と舞い上がり、京セラドームのスタンドに消えていきました。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。タイガースが先制しました。3対0。ここ一番の集中力が光ります。3番バッター、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。枠をいっぱいに使ってきます。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。大きく外れました。次はしっかりと厳しいところにコントロールしていきたいですよね。なるほど、そうですか。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。サードが落下点に入ります。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め低めということになるでしょうね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。初球打ち、キャッチャーが構えます。掴んで3アウト。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。さあタイガース追加点のチャンスを迎えています。まあこの辺りで中押しができると展開としては理想的ですね。そうですよね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには梶谷が打った。大きな打球になった。右中間破っていきました。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、4対0。タイガース、さあタイガース追加点のチャンスを迎えています。まあ終盤での追加点はダメージ大きいですからね。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには柳田が入っています。変化球打った、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点。ホームに送球、センター前ヒット、柳田ヒットが出ました。4番バッター糸井。さあしっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。さあタイガース追加点のチャンスを迎えています。一塁ランナーを気にします。一塁はセーフ。いい当たり、ぐんぐん伸びる、入りました、ホームラン。糸井ダメ押しの一発、スリーランホームラン。
素晴らしい一振りでした。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。タイガース7対1、らしいホームランを見せてくれました。その差を6点と突き放タイガースが見事勝利を収めました。今日は打撃で圧倒しました。本当に打線がつながった頑張ったゲームになったと思います。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方の DeNA ベイスターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが大勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで京セラドーム大阪から失礼いたします。